丸い丸いお月様がある。桜吹雪の中をふるさとから旅立った。流した涙はお星様。いつか来る幸せを求め、容疑者に乗った二十歳。手には片道切符の札。三列シートに座ってた。甲府から新宿まで、財布には数枚の小銭。別れをちぎった母親と最後に食べたお好み焼き。もう会うことはないだろう。きっと生きてるうちは、夕闇が迫ってくる。容疑者に揺られながら